牛乳パックと氷を使った三角形の穴あきキャンドルです。芯が長めのろうそくを折っていきます。まずは芯を取りましょう。最後の部分は硬いので金槌などで叩いて砕いてください。この芯とろうを別々に使います。牛乳パックの下半分にろうと、それから1本では足りませんので、2本3本とろうそくを入れてください。先ほどと違って芯の部分は砕かず、その代わりに端っこに切り込みを入れて芯が取り出しやすいようにしておきます。色付けにクレヨンの切れ端も入れましょう。これを湯煎にかけて溶かしている間に牛乳パックで型を作ります。まず牛乳パックをこのように切り開きます。さらに半分に切ります。折り目のところから5センチぐらいで切ります。縦の筋に合わせてさらに半分に折っておきます。牛乳パックの飲み口の折り目のところで切っていきます。底になる部分を一箇所残しておいてください。ろうが漏れないように荷造り用の透明テープでしっかりと貼っていきます。剥がしやすいように端を折ってください。鉛筆などをかましておくと次が剥がれやすくなります。底の部分の形を取ります。ハサミで三角形の頂点まで切り込みを入れたら、先ほどつけた型のところで折り目をつけておきます。押しピンで三角形の中央に穴を開けます。ハサミや鉛筆の先などを使って穴を広げたら、ろうそくの芯を通しておきましょう。ろうそくの芯が抜けないようにテープにしっかりと固定し、さらにそれを引き上げるようにぴったりと貼っていきます。三角形の頂点になる部分もろうが漏れないようにしっかりと貼り付けておいてください。これで型の出来上がりです。今度は氷を砕きます。
布などに挟んで氷を粗めに砕いていきます。先ほど作った型の中にこの氷を入れていきます。芯が真ん中に来るように気をつけながら入れてください。最後に芯を引っ張り上げておきます。氷で芯が固定されますので、割り箸などで挟んでおく必要がありません。ここに湯煎にかけておいたろうを流し込みます。熱いので気をつけてください。ろうは氷でどんどん固まっていきます。芯の周りにしっかりとろうがつくように、芯を引っ張り上げてくるくると回すようにして入れてください。縁までろうを入れたら、芯が固定するように最後に氷を使って口の部分を冷やします。片付けている間に5分ほどで固まりますから、テープを剥がしていきます。まずは底の部分から。テープは折り曲げてありますので簡単に剥がすことができます。余分なところの芯を切り取って出来上がりです。底の部分はギリギリで、先の部分は火が灯るぐらい残して切ってください。ろうの温度が低いとこんな風になってしまいます。この場合は上下を反対にしてください。これはこれで面白い形のろうそくになります。水気が残っていると火が消えてしまいますので、しっかり乾かしてから使いましょう。燃え進むほどに穴から光が漏れて幻想的な感じになります。